お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、もうシーズンも終盤ってなわけで、あと2日ですね。ちょっと急いでるんで、あれですね、急いでというかもう時間ないんで、今日はもう最後トレ上げをしていきたいなと思います。で、今日はですね、久しぶりにまあババコヤというか、いつもババコヤよく使ってるんですけど、はい、今日もババコヤを使っていこうと思います。で、まあ、今日使うのはまあこの方なんですけど、まあ、ホバリングとマスケですね。ホバマスケ。オバマスケの方でもやっていきたいと思います。で、この方で今上一人いるんですよね。ヘルジーアンドレってやつがいて、こっちから見た方がいいか。この人がそのババコヤデッキで、まあ、今6600までいってるんで、まあ、いけないことはないと思うんでね、はい、ドラッグしていきたいと思います。やばい、展開からもう落ちちゃってるんですよね。やばい、マッチングも早い、よろしく。今ライキさんが67かな。なんかあの人やばい、やばいぐらい調子いい。めちゃくちゃ上がってるんですよね。負けたくないですね、マジで。なんで頑張りたいんですけど、なかなか勝てないっていう現状です。はい。で、相手ユーノ切って、それに合わせてユーノ合わせ出ますね。はい。工場、ペッカか、同じようなこういう方か、って感じですね。なんだろう、まあ、ケツ工場でいいや。で、でも相手あれペッカですね。これペッカですね。これペッカですね。5打った時にペッカ受けされたらやばいんで、5今の打たないですね。よいしょ。あはー、来た。ペッカですけど、まあ言うてロリーババで後衛飛ばして、言うのなんで相手ギャングはないですね。これ5打ちたい。これ今にでも5打ちたい。いや、いらないよ。これはコウモリ防衛して、まあ、ペッカでババコが壊されるのはシャアなしですね。で、コウモリ残ってるんで、これにユーノを足して、まあ、カウンターしていきたいと思います。はい。で、ここはもう受けがないんで、古城ババで受けるしかないですね。一応逆サイ鶴用の受けで、この逆サイからのタワーのダメージも入れていく。はい。これどうやって通すかな。でも相手ペッカだから、で、ガゴ、耐久がガゴと、もう一個出てないのか。あ、違う、エレキだ。ガゴエレキ、多分もう一枚あると思うんですね。ガゴエレキ、もう一個あると思うんですよね。ガゴエレキだから、ベビードラか。ベビードラかホバリングが相手あると思うんで、ホバリングだったら速攻5打つんですけど、あれないのかな。で、左下ケツマスケで、このガゴはホバリングの、まあ、右側で。あはー、ありますね、やっぱ。ちょい陸がないのがきつきつ、きつきつ。一応、小屋、ワンタイム延命したらバーバリアンがちょっと生まれるんで、OK。これはコムリですね。でも、こんな感じで受けれるんで、一応ね。いつ攻めるかっていうので、やばい。これ2コースぐらい今損した。相手のペッカ出た、ペッカをカウンターにしたいですね、こっちは。餌としてペッカを迎え入れたい。なんでペッカを出してほしいって出してほしいんですけどね。あー、なるほど。これも美味しい。美味しい。餌ですね。餌。で、これで多分、始めペッカガーン来て、今度の回、まあ、一応5打ちますね、これ。ちょい邪魔なんで。で、ここで攻める。あ、相手エレキされたら多分ペッカ出すコストない。あるんかい。甘かった、俺が。いや、でもまあ、ここでペッカを溶かせるってなると、まあ結構悪くはないんじゃないでしょうかっていう、ちょっと調子乗ったホバリング追加。待って。さて、やったな。これ右ダメージ受けてないんで、許容します。気持ち許容で、ガゴ連れてくる。オッケー。いいですね。いいダメージ。けど、こっちがブッパしちゃうと、そのタイミングでペッカ合わされて、全防衛されちゃうんですよね。なんで、まあ、ブッパすると見せかけてペッカを引き出すか、ブッパせずにペッカを出るの待ってから攻めるかっていう二択になるんですね。このベビードラポイズンがちょい弱。あ、これ美味しい。ここですね。ここで、軽く形を作るけど、いや、まだだな。まだだな。引き分けは嫌ですね。
このペッカ邪魔なんで逆サイにもうホームにすります。 OK で、ベビードラにここでコームに当てて、相手このタイミングうまいですけど多分危ない、危ねえ。お、待って待って、ま、なんでこれなんかコメント欄でも書いてるの見たんですけど、ラット気づいたら帰ってるから解説向いてないって。僕をそれなんですよ。だってこれ今相手たは400ですけど、なんでもう400になってんのっていうちょっと待って、あれこれなんでマジで見てなかった。ちょっとねやってるんですけどね、あれあーあれっすね、ペッカをペックユーの逆サイ工場で引っ張って防衛してたら、工場がそのまま相手のタワーに多分ガイーンって入って、まあ、殴ってたってやつですね。多分です。勝手に落ちてるんですからね、タワー困るんですよね、逆に。こっちも。はい。よろしく。というわけで、もう一戦、まあ、次っすね。ババコヤあるんで、初手に置きたくはないですね。初手置いちゃうと、バルーンだった時にもうオワコンなんで、終わりですね。なんで、僕としても1個ですね。まあ、5でいいよ。で、同じ系統ですね。まあ、ペッカーか、ババコヤか。同じ系統。え？同じですね。マジで同じ。これ、ババコヤ来るかな？まあ、来なかったら来なかったらいいけど、ペッカーか、もうあれだから、オッケー、これを小屋置いて。これもう、工場出したんで、低めの位置ですね。なるほど。なるほど。あ、惜しい。それは惜しい。この、あー、なるほど。いや、これ延命できないか。いや、できる。俺のコウモリ。あ、俺のコウモリ！俺のコウモリ負けだ。さて、やばい。いや、大丈夫。これは入んないですね。コウモリが一発入るぐらい。ってことで、もう一回同じですね、これ。まさかの？さっきコウモリで相手がガゴ。あ、コウモリとガゴが変わったぐらいですね。同じ人が来ちゃいましたね。なんか来たらファイブつけど、来なかったら、無視というか、まあ、工場ババでいける。もう一回あれですね。相手のペッカーを工場受けで餌としてからの、まあ、僕のリズムを作りたいですね。ああ、言うな。殴るな。これは正味怖くないですね。これホバリングで。まあ、コウモリ処理しつつ、OK で、ここのホバリングは相手が何処理してくるかなんですけど、まあ、工場浮きはないな。ホバリングか言うのですね。言うのだったように、ロリボを構えて、エレキコウモリホバですね、今度は。ちょっと肩が間違いますね。ここ、端前言うと相手苦しい。これ入りますね。おいしい。これババコで受ける。で、コウモリ来るかもしんないんで、コウモリは出さない。どういうこと？マジで。まあ、言うのが、あれっすね。逆サイに。ん？押されたっすね。工場にか。これにはファイブっつしよう。いや、このコウモリやっとけばシンプルに苦しくねっていうの思ったけど、あれだな。きつい。これ右許容します。右はそんな怖くないし、言うほどなんで、オッケー。まあ、いい感じですね。まあ、この許容すごい大事ですね。許容しまくって、両サイ削らして、でもこっちは、気づいたら片方バーンしたいですね。ちょい厄介ですね。まあ、一応毎回ここでこの防衛しとくと、多分、そんな大ダメージには繋がらないと思うんですけどね。オッケー。で、ここはまあコウモリあるし。待ってけど、なんか右が削れてるってやつですよね。さっきからこれ。さっきから本当に同じこと起きてるんですけど。この相手の攻めはヌーブですね。これだって普通に小屋を置いてカウンター取れるんで、ハードカウンターになるんですけど、このポイズンも美味しい。こいつ言うので受けるけど受けれないかも。やったわ。ごめんなさい。生かしてっすね。ここは軽く許容して、コウモリで受けて、右側を攻めつ、左側このロリババコウモリ相手苦しいんでね。これで攻めます。で、多分相手コストもそこまでないんで、ここまあユニット追加して押し切ります。
わかった。はーい。まあ、なんで勝ったかなんかわかんないですけど。マジで。まあでもそれがこのババコアデッキみたいなところあるんですよね。まあ、明確な勝ち方みたいなのがないですからね、なんか。けど、まあ今のは普通に相手が同コスの時に攻めてきました。足前からババコア優の、じゃあ、工場優のホバリングとかで攻めてきて、それは僕はババコアとかを使って、ね、守って、まあコスト的にはあんま変わんないですけど、相手がそこでちょっとね、無理して、ポイズンを使ったんですよね。まあそのポイズンはちょっとアドですね、こっちからしたら。まあ2コスぐらい。2コスぐらいアドで、で、そのままね、僕は左側ロリババコウモリっていう、この地味にきつい形でカウンターして、だいたい影響も抑えてたんで、それを抑えるのが苦しいアンズって感じで、なんか、うまーく決まりましたね。ぽい。これもコウモリが無双しますね。はーい。オッケーオッケー。で、ロイがね、意外ときついんですよ、これ。ロイが。とりあえず守る。で、工場刺しても、オーブン来るんで、まあ、工場どうやって刺すかなんですけど、まあ、工場刺すタイミングで U のとこを出して、まあ、U のホバリングですね。を出して、まあ、先に壊す。っていう手と、まあ、相手のオーブンが壊れるタイミングぐらいで、まあ、工場飛ばすっていうパターンなんですけど、どうオーブンを突破していくかがすごい鍵ですね。で、突破したとて、エレキ縦線がいるんですよ、この人。ヤンチーな。エレキ縦線かエレキランバーがいるんで、なかなかだるいんですけども、ここは突破できそうですね。ああ、なるほど。で、これは工場どっちのサイドに出しても、ああ、これ許容ですね。どっちのサイドに出しても、溶かされるんで、溶かされるというかオーブンに釣られるんで、これは端前の真ん中いいので、ぴょんって飛ばせるんですよね。なんで僕はそれをしたいですね。端前いいので、ぴょんって飛ばしたいんですけど。なんでやるとしてすることないなってなったら、まあ、ケツ工場で真ん中ホバのオーブン壊して、で壊れるかこれ。壊れるな。OK。ホバリング。で、気持ちコウモリ追加して、ホバリング奇跡的に延命できねえか。ああ。弱えな。弱えな、俺のホバリング。これすることないから、まあ、マスク、ああ、これケツ工場だったらうちが行くから、まあ、外工場ですね。でも相手も分かってるか。で、ワンチャンライトニング打たれるかな。いや、いい。シンプル飛来心。これしかマスク延命できるっしょ。ほい、延命できない。ああ、いや、でもここで、このホバリングを生かします。いうのが、ぴょん。でも相手もめちゃくちゃ対空出してきてるから、今。え、きつ。これ。いや、このコウモリすげえ大事なんですよね、僕にとって。ああ、オーブン削りですね。新しいな、相手も。で、ここは、延命したい。Okay、このマスケを簡単に処理させるのはすごい良くないことなんでね。延命していきます。はい。30死いきまーす。で、相手普通にこれきついから、もうどん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 。はい。で、適当にもエレキ邪魔なんで5でも打っておけば終わりですね。多分終わり。マスケがもう一発、あーうーし。待って、これな。デッキ悪いわ。デッキが悪いから、なんか解説できねえわ。これマジで。なんかちゃんと、もっとね、もっと、ちゃんとなぜこうしたかを解説したいけど、まあ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 ですね、勝てたんでいいかなと思います。はい、ということで今日もう一本夜に動画出すんで、そちらも見ていただければいいかなと思います。はい、ということでトラギ頑張ります。ではお疲れ様でした。